両利きプレイヤー小泉よしお。この動画では浦和レッズ所属の小泉よしお選手の生い立ちについて紹介します。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。小泉選手は1996年10月5日生まれの現在25歳、身長172センチ体重63キロの選手です。東京都練馬区に生まれた小泉選手は小学生時代は地元クラブの光が丘キッド SC に入団。父親から両足を使えるようにしなさいとアドバイスされ、それから一生懸命に練習をし、遊びでサッカーをする時も左足でのプレーを心がけ、キックの練習をする時には必ず両足同じ回数をするようにしました。中学生時代は FC 東京の U15 武蔵でプレーしました。しかし FC 東京ではユース昇格はかなわず、群馬県の前橋育英高校に進学。現在ベルギーで活躍をされている坂本達弘選手は FC 東京 U15 武蔵時代も含め6年間チームメイトでした。2年生の時から試合に出られるようになり、3年生の時には全国高校サッカー選手権大会に出場して準優勝を飾りました。卒業後は青山学院大学へ進学し、背番号10をつけエースとしてプレーしました。当時 J3 リーグを設計していた FC 琉球の練習参加し、2019年より J2 リーグ昇格を果たした FC 琉球へ加入しました。入団1年目は12試合出場1アシストでしたが、2年目の2020シーズンには38試合出場6得点3アシストと躍動。2021年シーズンに当時徳島ヴォルティス監督のリカルド・ロドリゲス監督が浦和レッズの監督に就任、 J2 で躍動していた小泉選手を獲得する形で2021年に浦和レッズに完全移籍しました。 FC 琉球でチームメイトだった小野伸二選手と同じ18番を背負い、開幕戦から出場、34試合出場2得点5アシストと J1 の舞台で活躍しました。今シーズンから背番号8番を背負い、ここまで19試合出場2得点2アシストです。左右両足が蹴れて運動量が豊富な小泉選手、今後の活躍を期待しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。